カープ好きじゃけーチャンネル。どうも、カープ好きじゃけーチャンネルの松やんです。では27日のカープ振り返っていきましょう。本日の動画タイトルですが、おかえりなさい菊池選手、大森選手の長打力たまらんということで、この試合のヒーロー2人に注目したいと思います。本日のラインナップこのようになっています。ぜひ動画最後までご覧いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。またこのチャンネルではカープの試合結果ポイントまとめや選手紹介、観戦配信ライブを随時配信していますので、カープファンの方はぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは参りましょう。はい、では28日のニュースからいきましょう。まず工事ですが、今日は菊池選手と小園選手がコロナの離脱から復帰したということで登録されてます。でその代わりね、抹消として三好選手と韮澤選手が2軍落ちということで、まあ韮澤選手ね、プロ初安打も生まれましたし、守備でもいいところを見せてくれたんですけど、もうちょっとねバッティング打席見たかったなという気持ちが正直なところはありますが、またね2軍で結果出して上がってきてほしいなと思います。でこの日のニュースですが、まずはね笹岡監督も復帰したということが嬉しいニュースとしてあります。で野間選手とね上本選手も練習参加しているので、まあ近々1軍に上がってくるんじゃないかなと思います。続々とね主力が戻ってきてるのは嬉しいなと思うので、ここからまた巻き返してほしいですね。そして矢崎投手、こちらもね離脱していたピッチャー2軍で登板したということで、まあ1回ねヒット1本打たれてるんですけど無失点に抑えたということで、笹岡監督がね27日の試合後に、もう28日に1軍昇格させるぞと、矢崎投手はタフなピッチャーなので大丈夫というふうに言っていたのでね、もう今本当ねこの試合27日の試合も8回ね点取られたりして8回が苦しいので、もう今年の8回は矢崎投手しかいない、もうここまでのレベルになりました。なのでまた戻ってきてセットアッパー務めてほしいなと思います。で最後のニュースがね、ちょっとまあカープファンがざわつくニュースなんですけど、まあ野間選手と西川龍馬選手が FA 権取得したということで、まあついにねこの時期が来たかということで、今年のオフのね目玉選手になるかもしれないですね。野間選手はまあ1軍にいないと取れない権利なので、プロ野球選手って良かったというコメントを出してます。野間選手はねおそらく C ランクかなと、人的保障が発生しないので、まあもし宣言となれば争奪戦になるかもしれないので、もうなんとかねぜひ残ってほしいと思います。で西川選手は、前の監督の尾形さんや笹岡監督をはじめとしたコーチ裏方さんに感謝したい、で自分の人生のことなのでしっかり考えたいということを言っているのでね、まあこれからシーズン終わってから考えるという風になるかもしれないですね。まあこういうコメントはね、まあみんな FA 取った時はね終わった後考えますみたいなことを言うので、まあまだねシーズン集中ということかと思いますが、まあやっぱファンとしてはね2人とも残ってほしいという気持ちが強いので、まあ誰が交渉するのかわからないんですけど、去年は笹岡監督が直接砕いて残したというのもあるので、まあ笹岡監督とか、まあ、床田投手とかにね残ってくださいと言ってもらって残ってもらえたら嬉しいなと思います。やっぱり2人ともねチームに欠かせない主力選手なので、これからチームの核になってもらいたいのでね残ってほしいとは思いますが、まあねこの2人が頑張って獲得した権利なので、まあ、どのような結末になってもね、まあ、応援したいかなとは思いますが、やっぱりカープ残ってもらおうと思います。では28日の試合結果です。この試合は6対4でカープが見事勝利ものにしてます。いやよくね勝てたかなと思ってます。で今日の得点と系統はこのようになってます。はい、では早速私の注目ポイントいきましょう。注目のポイントはこちら、勝負を決めた8回の裏、ノーアウト3塁からの菊池選手のタイムリーヒットです。この回先頭の大森選手がスリーベースで出塁しました。8回ね追いつかれた後、クロール投手からセンターオーバーのスリーベース素晴らしかったです。でまあノーアウト3塁となって、まあ、ここはねもう絶対1点欲しい、1点取れば栗林投手いるのでほぼ勝ち確というとこなので、まあ点欲しいとこで、復帰後にはね打席代打ね葉月選手に代わってで代打の菊池選手が起用されます。でここはね、まあ、三振と内野フライがね一番ダメなんですね。ノーアウト3でランナーどうしようもないので、まあ、そういった場面で、まあ、ちょっと2ストライクと追い込まれた。でまあ復帰後初打席なのでなかなかね調整とかなかいきなりぶっつけ本番で難しかったとは思いますが、最後ねなんとか外の150キロのまっすぐに食らいついてバットに当てたい、で1、2塁間破るという素晴らしい結果がありました。最高のね結果をもたらしてくれたということで、まあ
ここは三振はダメというところで、しっかりとねバットに当てることができる菊池選手の技術の高さと偉大さを感じた一本になりました。本当に素晴らしかったですね。ヒーローインタビューではね、ちょっとまだね息が上がったり調整が追いついてないというところもあるというふうに言ったようにね、まだ状態はね万全ではないので、まあスタメン、明日スタメンとかはすぐにはないかもしれないんですけど、まあこういう限られた打席の中で結果を残してくれるあたりね、本当頼れるなと思ったので、頼れる菊池選手のこの一打に本当に注目しましたし、ナイスバッティングということをね言いたいなと思います。でポイントまとめです。今日の注目はね、もう一人のヒーロー1番大森選手、今日も長打で勝利に貢献ということで、今日は3打数2安打1フォアボール、素晴らしい活躍でした。で持ち味の長打力が今日も光ったということで、先ほど伝えたようにね8回には3ベースがありました。でここ3試合に注目すると、ホームラン1本で3塁打2本、2ベース1本というふうにねめちゃくちゃ長打打ってるんですね。大森選手足が速いので、まあ、長打ない選手って思われるかもしれないんですけど、実はねもうこういうパンチ力がある選手、そこが魅力のバッターなので非常に楽しみな選手です。まあ一方でねちょっとね三振も多い選手で、落ちる球にね手を出して三振しがちなんですけど、まあそれをね恐れてこの長打力なくしたら意味ないので、まあここはご愛嬌ということで、温かい目でね見守ってあげてほしいなというふうに思います。一番打者っていうタイプではないかもしれないんですけど、やっぱ積極的に今日も初球から打ったりして大きいファール打ったりしてましたので、こういうふうにね、持ち味を生かしてほしいと思ってます。でまあ三振多いんですけど、今日はね直江投手から追い込まれて落とすフォークボール、それをねうまく拾って打ったので、まあ、フォークボールねちょっとバット回るので三振が多いところはあるんですけど、まあフォークバット出てしまうならもう当ててしまえてみたいな感じでうまく拾ってヒット打ってたので、ここら辺もね克服してくれるんじゃないかなと思います。まだまだねこれからの選手なので本当に期待したいと思いますし、主力が帰ってきてもね、使われ続けるような結果残してるので楽しみですね。で続いて坂倉選手完全復活へということで、引っ張り方向ライトスタンドへの11号ホームランがありました。8月19日以来の一発ということで、11号なのでね今年15本はねクリアしてほしいかなと思いますし、そういう力持ってると思います。で昨日もマルチ安打で、昨日猛打賞で今日マルチ安打ということで、2試合連続のね複数安打で状態も確実に上がってきているので、またね打率3割とかまで乗せてくれるんじゃないかなと思うので、本当に頼もしい調子戻ってきてくれたなと思います。で西川選手は完璧な一発ということで、2ノーからカウントを取りに来た球を仕留めてバックスクリーンへ行くホームランでしたね。もう素晴らしいですね。もう打った瞬間ということでパンチ力の見せてくれました。でさニュースでも伝えたんですけど、まあ、FA 権を取得したということなんですけど、まあね残ってほしいですね。やっぱりこれからチームを支えてくれる核となる選手です。レフトの守備も上手いですし、こういうバッティングチャンスでも強いということなので、なんとか西川選手には残ってもらって、また来年とか優勝争いしてほしいなと思うので、まあとりあえずはね今シーズンねカープのためにいっぱい頑張ってもらって、またオフに残ってもらうということが最高かと思いますが、また明日からね切り替えて頑張ってほしいと思います。そして矢野選手は2号のソロホームランを放ちました。でこれが多分野球人生で3本目のホームランじゃないですかね。前回プロ初ホームランの時のヒーローインタビューで野球人生2本目ということを言ってたので、もう3本目かなとは思います。で今回はね前回と違ってライトスタンドギリギリじゃなくて中段ぐらいまでね飛んでいたので、もうこんな人生3本目って思えないぐらいね、飛んでましたね。本当にいいバッティングでした。で小園選手が1軍復帰したんですけども、ね、スタメン簡単に譲らないよということで打撃でもアピールしてます。守備は本当ねもう一級品ですね。もう肩もいいですし取るまでもうまいということでめちゃくちゃうまいです。でバッティングも、まあ、打率も2割乗りましたし、2本目のホームランでフォアボールも選べるというところもあるので、まあ、だんだんね1軍にも慣れてきてるんじゃないかなと思います。まだまだ課題は多いんですけど、まあ、そういうところもあるので、まあ、小園選手復帰してももうスタメン安泰というところはないかもしれないですね。もしかしたら交互にスタメンとかもなるかもしれないので、まあ、この若い2人が競争してねどっちも頑張るということがいいと思うので、これからこの争いにもね注目したいと思います。で最後ね初回の攻撃は要反省ということで、まあ、初期選手ねちょっとダメなとこがあったので、まあ、これからにね生かしてほしいと思います。まあ、初回ねランナー1塁大森選手がフォアボールで出ました。でちょっと直江投手荒れていたんですね。で 3-1 になってから、まあ、ボール球をねバントしに行ってファールで 3-2 になってライトヒットを仕掛けたところでボール球を空振りで三振ゲッツーというところで、まあ、ちょっとねサインが出ていたので見逃せなかったのかもしれないんですけど、まあ、バントもボール球はね引けっていうことですし、まあ、ライトヒットもボールは見逃せっていうサインなので、ちょっとここら辺ね見逃せるようになればよかったかなと思います。これでね、直江投手ちょっと立ち直り
かけたので危なかったですね。まあこのボール球はしっかり見送って出塁するっていうのがね、2番にも求められるので、まあ葉月選手はこれをね生かしてまた頑張ってほしいなと思います。投手データまとめです。今日の遠藤投手、平均143キロ、マックスは147キロでした。前回の横浜戦5回投げて5失点とちょっとねピリッとしませんでした。で今回の投球割合ですが、まっすぐ 51% で、次にチェンジアップを軸にするということで、投球の割合は前回とほとんど一緒ということになってます。でそれぞれの球種のデータはこのようになっています。それでは遠藤投手ですが、今日は立ち上がりからコントロールが抜群だったかなと思います。ストレートも球威があって、まあ、球速も出ていました。140キロ台前半が平均のピッチャーなんですけど、初回は146、147といった球速も計測していて、入り良かったんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとね制球抜群と言ったんですけど、構えたところより真ん中甘めに来るところは多かったんですけど、初回は、まあ、ここの球威があったので、あのファールとかでなんとか打ち取らカウント稼げていたかなと思います。で離脱前の良かったところのストレートが戻ってきたかなというところでね、まあ、しっかりねそこら辺ファールで稼げたり、ヒットもね少なかったですし、球威戻っているんじゃないかなと思います。であとチェンジアップで多く空振りが奪えたということで、空振り率が 29% と非常に高い有効的なボールになっていました。で中でも左バッターへの決め球として有効だったということで、まあ、丸選手とかねポランコ選手、チェンジアップに合ってなかったので、追い込んでからこれで空振り三振奪うということが良かったと思います。やっぱチェンジアップもね武器の一つなので、ここの空振り率がまた戻ってきたのはいい傾向かなと思います。でスライダーもねストライク率が復帰した前の2試合より上がったということで、このスライダーもね離脱前は良くて、カウント球とか決め球にもなっていたので、そこら辺のクオリティまで戻ってきてるんじゃないかなと思います。でフライピッチャーらしくフライを打たせて抑える投球ということで、ここのねフライ率見て分かる通りね、今日もフライでねアウト取るということが多かったです。もともとねフライボールフライをね打たせて取るピッチャーなので、らしいピッチングだったかなと思います。でカーブもまあ要所で決まっていたので良かったですね。6回ね中田選手、前の打席でホームラン打った中田選手、スリッツになってから最後カーブで見逃し三振取ったんですけども、最高のボールでしたね。まあ、ちょっと気になるのはね4試合連続のホームランということで、ホーム打たれているということで、まあ、復帰後ね全試合ホームラン打たれているので、まあ、そこは気になりますけど、まあね2失点なので、まあ良しとしましょう。で本当全てのね球種のクオリティが離脱前まで戻ったかなと思います。今年はねストレートだけじゃなくてスライダーチェンジアップも制球できているよというところで、前半戦めちゃくちゃいいピッチングしていたんですけど、ちょっと離脱後はね、復帰後はなかなかそこのスライダーチェンジアップのクオリティが低かったんですけど、今日はねそこが良くなっていたので、まあなんとか7回2失点で抑えられてるんじゃないですかね。もう森下投手と栗投手以外が7回2失点ハイクオリティスタートするのかなり久しぶりだと思うので、本当に助かりました。ナイスピッチングですね。もう今日はね残念ながら勝ちつかなかったんですけど、ぜひ次回は中継ぎバッター頑張って遠藤投手に勝ちつけてあげてほしいと思います。本当今日はねナイスピッチングでした。カープは28日も巨人戦があります。予告先発は大道投手と赤星投手となってます。注目ポイントは3度目の正直なるかということで、大道投手今季初勝利へ向けて頑張ってほしいと思います。大道投手前2試合はね、まあ、悪くはなかったんですけど、まあ、早めに攻撃仕掛けるということもあり4回で降板してました。まあ、ちょっと気になるのがね、まあ、失点が全てホームランということなので、ここのホームランは気をつけないといけないですね。で、まあ、今日も木口選手途中から出ましたし、まあ、主力選手もね続々と戻ってくるかもしれないので、まあ、ここら辺もね期待したいと思います。で、まあ、クライマックスねまだまだ 2.5 ゲーム差いけるので、まあ、勝ち越しはね最低限必要だと思います。なので、まあ、今日みたいにね長打ホームランもいっぱい3本出ましたこの試合なので、長打連発して勝ってもらいたいと思いますので、また明日も応援しましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。また今日はね観戦配信ライブも多くの方お越しいただいてありがとうございました。明日も勝ってもらってカード勝ち越し決めてもらいましょう。このチャンネルの登録もぜひともよろしくお願いいたします。それではカープの勝利祈りまして、ガツガツガツカープ頑張れ。